先日は、日本の自治官僚、政治家。君党は朝日大受賞。法務大臣、法務副大臣、総務大臣政務官、衆議院議員、衆議院法務委員長、新党日本副代表、総務会長、消防庁長官、奈良県副知事等を歴任した。東京府東京市生まれ。東京都立日比谷高等学校、東京大学法学部第一類卒業。 1962年4月、自治省に入省。1968年、総理府中部県開発整備本部。1973年、三重県総務部財政課長。1978年、奈良県総務部長。1981年4月より、奈良県副知事。1993年1月より、自治省税務局長。 1995年1月17日、兵庫県南部地震が発生した当日、消防庁長官に就任した。1996年、第41回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で奈良2区から出馬し、初当選した。当選後は、当時の総裁派閥である平成研究会に所属する。 2000年の第42回衆議院議員総選挙で再選。2001年、中央省庁再編により誕生した総務省で新設された総務大臣政務官に任命された。同年4月、第1次小泉内閣発足に伴い退任するが、2002年に再度総務大臣政務官に任命される。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、 奈良2区で民主党公認の中村哲次に敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、参戦。2004年9月、第2次、小泉改造内閣で、法務副大臣に任命される。2005年7月、郵政国会で、郵政民営化法案に反対するため、法務副大臣の辞表を提出した上で、5日の同法案の採決で、反対票を投じたが、 公務副大臣の辞表は受理されず、小泉純一郎首相により罷免された。郵政民営化法への反対により、第44回衆議院議員総選挙で自民党の公認を得られなくなったため、総選挙の直前に自民党を離党し、田中康雄長野県知事を当初に結成された新党日本に入党。党副代表に就任し、新党日本公認で奈良2区から出馬する。 選挙区では、奈良一区から国外してきた自民党公認の高市さなえに敗れるが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、4選。新党日本からは他に、小林幸樹、青山休が出馬したものの、当選者は滝一人に止まった。その後、自民党党記委員会で除名処分が下った。同年10月、新党日本総務会場に就任。 総選挙後は、国民新党、新党日本に無所属の元防衛庁長官、野呂田法政を加えた、統一会派、国民新党、日本、無所属の会に参加していたが、2006年9月の主犯指名選挙において、新党日本幹事長の荒井博之が、国民新党代表の渡沼北美助ではなく、自由民主党総裁の安倍晋三に投票したため、 国民新党側がこれを問題し、新党日本代表の田中康夫に新井の処分を求めたものの田中が断ったため、統一会派を解消した。なお、滝は主犯指名選挙で綿抜きに投票している。2007年の第21回参議院議員、通常選挙の直前、田中の党運営や田中による参院選における新党日本の 公約の一方的な決定に反発し、幹事長の荒井博之、総務会長の滝が、党首の田中に対し、新党日本の回答を要求。しかし田中がこれを拒否したため、滝、荒井が共に新党日本を離党した。そのため参院選で、田中が参議院比例区から出馬して当選するまで、一時的に新党日本所属の国会議員の人数はゼロになった。一方、 滝は参院選において奈良県選挙区から出馬した民主党の中村哲次を支援し、中村は自民党候補に大差をつけて当選した。これにより第45回衆議院議員総選挙において奈良2区での民主党の公認が内定した。2009年7月21日、衆議院解散後に民主党に入党。奈良2区から同党公認で出馬し、前回敗れた。 自民党の高市さなえを、勤差ながら破り、五戦。いわゆる優勢増番組の中で、民主党に倶ら返したのは、川上義弘に続き2人目。なお滝の後にも、小林幸樹、津島京一、松宮伊佐の3人が民主党に入党し、いずれも第45回衆議院議員総選挙で、当選した。総選挙後、衆議院法務委員長に就任。2010年4月、 小沢一郎の検察審査会での起訴相当の議決を受けて設立された議員連盟司法のあり方を検証、提言する議員連盟の会長に就任したものの、党内処分的には小沢一郎の離党勧告に同意した。2011年9月5日、野田内閣で法務副大臣に任命される。2004年9月に発足した第二次小泉改造内閣でも、 法務副大臣を務めており、7年ぶりの再当番であった。2012年4月14日、第46回衆議院議員総選挙に出馬せず、政界を引退する意向を表明した。2012年6月4日、野田第二次改造内閣において、副大臣から昇格する形で、法務大臣に任命され、初入閣した。法省就任後、国会会期中の8月3日に、 死刑囚二人の刑を執行した。なお、前任の法務大臣である小川俊夫も国会会期中に死刑執行命令を発令している。同年9月27日、法相就任以来二度目の死刑執行命令を発令し、死刑囚二人の刑を執行した。野田第三次改造内閣発足に先立ち、高齢を理由に再任を誇示する意向を表明し、 2012年10月1日の内閣改造により法務大臣を退任した。しかし、公認の法務大臣である田中啓秀が自身の不詳こと並びに健康上の理由により就任からわずか3週間で辞任したため10月24日付で再び法務大臣に任命された。11月16日、衆議院解散により衆議院議員を失職。12月26日、 野田第三次改造内閣の総辞職により、法務大臣を退任し、政界を引退した。2013年4月、朝日大受賞受賞。氏名の正式な表記は、旧事態の滝みのるであるが、報道などでは新事態の滝実の表記が用いられている。2013年の春の叙勲の際に、内閣府が発表した受賞者名簿では、氏名欄は、滝みのる、通称などを掲載する。 芸名討欄に、滝実のるの名前が記載されており、漢方においても、滝実のるの表記が用いられた。自身の公式ウェブサイトでは、滝誠の表記を用いており、実著は、滝実のる名義で出版している。ありがとうございます。